プレミアデビュー鎌田大地さん。現地評価が分かれてる模様。今夏に鎌田大地が加入したクリスタルパレスは8月18日に開催されたプレミアリーグの第1節で、ブレントフォードと敵地で対戦。1-2 で敗れた。3-4-2-1の2シャドウの右に入った鎌田は攻守に奮闘。鋭いプレスをかけ、何度かチャンスを構築した。ただ、得意とする飛び出しに味方が反応しないシーンも少なくなく、連携に課題を残した。現地での評価も分かれているようだ。パレスの専門サイト WEAREPALACE が次のような声を紹介している。鎌田のオフザボールの動きは他の誰よりも優れていた他の選手は鎌田をうまく使っていない。鎌田の素晴らしさがわからない人はサッカーを理解していないチームが彼を見つけられるようになったら、鎌田の攻撃的なプレーが見られるようになるだろう。彼の動きは驚異的だ。彼はリーグのペースについていけていないが、心配事ではない鎌田は解決策ではない。全てを遅らせるだけだ鎌田よりも楽先がいた方がずっといい鎌田は本当にひどかった。みんな前のめりだったな。漂ってるだけのように見えるから印象悪いんだよな。結果出さないと評価されない選手だと思う。正常運転やな。評価してない人は泥臭い仕事を期待してんだろうね。プレミアデビューで酷評だけじゃないのは見込みがあると思うよ。いつもの鎌田で安心した。まあ毎回ヒットするのに時間かかるタイプだから最低半シーズンは見ないと。鎌田は叩かれた後に活躍する。いつものパターンやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。